始まりました大輔さんの部屋、日曜日のお昼12時半からやっております。私15年半になりましたね、もっと芸人の作家の増野大輔がお送りしております、音楽トーク番組なんですけどもね、今回はですね、音楽とは関係ないし芸能にも関係ないんですけど、まあ何回か出ていただきました、那覇市のですね、市議会の市議さんですよ。もう本当要するに政治家ですよね、那覇市のね。まあ、そういうことになりますけど、今日はですね、もういろいろとね、この方にお聞きしたい那覇市のことが ありますのでね、まあ、首里城のこともね、まあ、聞いてみたいなと思うんですけども、早速ご紹介していただきたいと思います。はい、那覇市の市議会でありますけどね、市議さんです。中村圭介さんです。よろしくお願いします。中村圭介です、はい。中村さんはね、はい、本当に、FM 那覇でも番組をずっと長きにわたりやってる途中ですよね。はい、現在もやっております。なんだっけ、対話の時間という名前で、はいはい、やってるんですよね。これ何曜日に放送でしたっけ。毎週木曜日の夜の10時からですね、うん、夜の10時から、はい、20分の番組です。ゲストを呼んで、なんかこう、そうですよ、インタビュアーの方がいて、うん、その方とゲストと、まあ、3名で話をするんですけど、うん、私はあんまり喋らない、楽してるじゃないですか自分冠番組でしょ一応で、まあ、ね、議会の報告があるときは議会の報告をし、まあ、ゲストがいらっしゃるときはゲストの話をゆっくり聞くという、あ、それね、はい、やってるということなんです。それゲストの方はその要するに政治家さんっていうか、なんか街のなんか人とかで、那覇の課題にこう直面してる方、うん、最前線で活動されてる方をお呼びして、うん、那覇市こういうこともあるのねっていうのを、まあ、視聴者の皆さんと一緒に理解していくという番組です。アリスナーの人とね、学校の先生とか PTA の方とか そんな感じの人も出たり、ま、町内会の人が出たりとか、スクールゾーン委員会の方が来たりとか、あ、まあ、その NPO 活動されてる方が来たりとかですね。うちも NPO の特幹構造っていう映画の人よく来てくれますけど、まあ、その辺は、まあ、ちょっとね、芸能寄りだからね、また違うんでしょうけどね。そうなんですか、やってるということでね。でね、そちらはここ沖江通りにある FM 那覇ですけども、首里城にももともとあったところのスタジオ、首里の方では、そうですね、はい、首里城じゃなくて首里城の近くの池畑町ってところに、はい、池畑町のところで番組は収録されてるんですよね。はい、そうです。それはなぜかというと、中村圭介さんは、首里にお住まいの、はい、首里に住んでます。首里の高いとこから見下ろして那覇市の財政をいろいろとチェックしているわけでございますね。もう生まれ育った町なんで、はい、生まれも育ちも首里っ子。そうですね、はい。ああ、そうですか。やはりね、首里、なんか首里の人、まあ、新庄さんっていう、新庄和弘さんの本に書いてありましたけども、うん、なんか那覇に行くときは首里の人が那覇に降りるっていう言い方をするっていうね、もう京都みたいな感じですよね。かなり世代感もあると思うんですけど。あ、そうか、そういう、はい、とこもあったわけですよね。だって首里市だったわけでしょ。まあ、そうですね、はい。まあ、市町村合併して大きな那覇市、大那覇市になったっていう経緯があるので、うん、大那覇だったとこもありますね、大きい通りに今純駆動になってますけど、はい、そうですか。で、首里城は今ね、私文章講座やってまして、うん、年配の方の生徒さんもいるんですけども、その方が原稿に書いてきたんですけど、首里城のね、ボランティアで漆喰剥がしに行かれたそうなんですけどもね、はい、もうそれちょっと前にやってたんですかね。そうですね、はい。まあ、ただコロナの影響もあって、はい、途中で募集が止まったりとかっていうのもあったんで、うんうん、まあ、今ちょっとどうなってるか分かんないんですけど、うんうん、まあ、その終わったその瓦を活用して、うん、まあ、花壇の整備をしたりとか、今漆喰シーサーを作るイベントなどを行ってますね。それを作って漆喰を、まあ、使えるやつを、まあ、砕いたかけらみたいなものを、うん、こう集めて、うん、で、漆喰と合わせて、はい、まあ、シーサーを作っていく。だからシーサーの例えばそのトゲトゲしてる部分だとか、そういったところにちょっと耳とかに瓦を使って、まあ、作っていく。そのシーサー自体は首里城以外のところで、もうお家に飾ったりとか、まあ、いろんなところで、そうそうです、学校の正面にやったりとか。もともとシーサーも、はい、お家を作った時にその職人さんが余った建材を使って、うん、シーサーを作って、それを屋根に乗っけてお守りにするっていう形だったので、うんうん、まあ、そういった首里城から出てきた、まあ、建材の、まあ、瓦の今ちょっと再利用できなかった瓦を、まあ、砕いて、まあ、それを、まあ、シーサーにして、まあ、お家に飾るというような形での、まあ、活用ですよね。なるほど、無駄なくやるというか、じゃあ要するにどっかにあるシーサーの尻尾の部分はこれは首里城の、一部分だったんだよみたいな感じで、ね、いうことですね、はい、っていうことになるわけですね。だから今小学生がそのシックシーサーを作って体験をして、うん、まあ、彼が大きくなって、まあ、首里城が再建された時に、うん、うちにも首里城実はあるんだっていう気持ちで首里城を見るとまたちょっと違う気持ちになるんじゃないかとかですね。あ、そうなんです。愛着を持ってもらうという意味では、まあ、面白い取り組みかなと思いますけどね、うん、それ首里城自体は進んでるんですか。
あのその再建に向けての今 どんな段階なんですか。そうですね、まあ、国が中心になって進めていくものではあるので、うん、まあ、今その国と県とが、まあ、一緒になって、まあ、計画を作ってる段階ですね。あの、那覇市だけの問題じゃないですからね、これね。那覇市にあるのはあるんですけど、うん、管理は一応県がしていて、あ、そうか、まあ、国の公園なので、まあ、うん、持ち主は国なんですよね。持ち主は国なんですか。そうなんです。そうかそういうふうになるわけか。じゃあ、 あのいわゆる、那覇市のだけの予算でもなく、県、要するに依存予算っていうんですかね、あの他からまた出てる予算とかもありますし、そこからまた別にまたもらってくるってことですね。那覇市が事業主体ではないんですよ。あ、そうかそうか。だから、まあ、うん、道路とかにも市道とか県道とか国道とかってありますよね、はい、そういう感じでその公園も、まあ、その市の公園があり、あ、はい、県の公園があり、国の公園があり、うん、で中で国の公園なので、国の公園の再建ってことでは国のお金でやると。もともと全部やるってことですね。要は那覇市もちょっと関わり方がちょっと難しいところではあるんですよ。なので、ただまあ首里城再建に向けて、その地元住民、はい、住んでる人たちも一緒になって再建に関わっていこう、うん、つまりその交通渋滞がすごかったんですよ、うん、あの流丹通り、そのさっきの首里スタジオがある池畑の通りとかっていうのもすごい渋滞してたので、はいはい、まあ、そういったのもまあ再建されてまた同じように渋滞してしまうと、まあ、住んでる側とすれば困るというところで、うん、まあ、その住んでる人の暮らしにも配慮した首里城再建をしてほしいということで、うん、まあ、その国の事業としては公園の中だけなんで、ああ、そうか、国のその公園の外に関しては那覇市ももっと大いに関わるべきじゃないかということで、まあ、地域の町づくりをしている団体等が一緒になってですね、この水務会議って言って、うん、このまあ水務地区っていうその首里城周辺のこう主にこの昔首里だったあたりの水務構想っていうのがあったんですけど、うん、その首里のまあいわゆる首里城周辺の町の人たちが集まって、まあそのこういう再建をしてほしいとか、まあ、地域とこういう対話をしてほしいというようなことを今あの県にあの申し伝える準備をしているところなんですね。なるほどね。でこれがこの首里城再建 その基本計画というのが、今年度まとめられる予定なんですけど、うん、それに対して、まあ、地域からの要望も入れていこうと。それに基づいて県はあの計画に基づいて今度はあのいろんな事業をしていくので、うん、その中に、まあ、市民の声も反映されたらいいなというところですね。そうですか。国会中継見てるありがとうございます私よく好きで国会中継見ますけどねすみません、なんかちょっと固くなって。そうかそうか、やっぱりね、こうね、いろいろね、縦割りのこともありますし、大変は大変ですよねそうです ね、まあ、ただ那覇にあるんでね、やっぱ那覇市の人の気持ちがこうガッと入っていくような再建になってほしいなと思うんですけどね、まあ、県民皆さんのね、うん、昔から住んでらっしゃる方たちのね、感じで、まあね、大事なものですから、うん、と思いますけどもね、まあ、でもそうなら、そこからね、話をね、私は今日聞きたかったんですよね、中村さんをお呼びしたのは、はい、いろいろとね、私もね、飲み屋界隈にはね、知り合いがたくさんいるんですけどもね、はい、なんか今、市場がね、まあ、あの取り壊されて、今、はい、仮の市場になって、まあ、今、こういう状況になってしまいましたけども、もともと市場あったとこ、きれいに今、何もないじゃない状態で、ニュートラルな形になってますけどもね、はい、そのいわゆる区画整理という形で、なって、まあ、老朽化したものはたくさんありますけど、うん、その市場はあそこにまたボンと作りますよね。そうですね、はい、で仮設はまあ仮設のまでなくなっていく、うんうんうん、にぎわい広場でしたっけ、あそこ、はい、そうですね、また戻るっていう形になると思うんですけど、うん、あの側面のアーケード、うんうん、あそこはまあ地元の番組でも取り上げてましたけど、うんうん、いわゆるアーケードっていうのは屋根があってアーケードであるんだけど、うんうん、あの屋根がかなり老朽化してますよね。そうですね、うん、あの辺はまた区画整理の候補になってるんですか。もともとこのアーケード その通りに道路を作ろうって計画があったんですよ、はい、うん、だけどもあの、まあ、財政的なゆとりもなかったのでずっと棚上げになってきて、うん、でその再開発をしようっていう計画もあったんだけれども、うん、できないまま今になって、はい、でただまあ今としてはあの風景が残っててほしい那覇の財産になっているので、うんうんうん、どうやってあの雰囲気を残していくのかっていう方向に議論は変わってきて、うん、那覇市としても今から無理やりこう道を通そうとか再開発をしようっていうところでは今考えてない状態ですね。道を通すっていうのは何か大きな道路を通しちゃう。そうです、あの睦み橋交差点ってありますよね、はい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 、あの三叉路になってるとか、うんうん、そこからズドーンとこう十字路になって抜けていくようなのが、
かつては計画としてあったそうなんですけど、この都市計画っていうのもその計画を作って用地買収をして何十年もかけて進めていくものなのでなかなか進まないんですよね。これがまあ進まないまま何十年も経っていくと、まあ時代の変遷に合わせて本当に必要なのっていうのを見直しをどっかでしなきゃいけないとまあね、いうところで今更あそこに道通してもっていうふうには今なってるわけですよね。そうか、まあそうですね、うん、まあそんな時にいきなりドンとね、えいやーでやってしまって、うん、やっぱりやんなかった方がよかったねとなるよりはいいけどもね。そうですね、はい、それであのほら上のアーケードなんかも、はい、私ねあの言われ人に言われてから上向いて歩くようにしたんだけど、うん、途中で変わるじゃないですかアーケードの形態が、はいはい、あれって要するにこう運営っていうか組合っていうかお金出してるとこっていうかぶっちゃけ言うと、うん、はい、もうそっから違うわけですよね。そうそうです、そうです、はい、あの長井氏が関わってるところもあるでしょうし、まあ、通り会の方が出資して、はい、あの作ってるアーケードなんで、うん、あのまあ民間のアーケードなんです。那覇市がお金出してるわけではないんですけ ど、なるほど、まあ、ただ ああいう形で道路の上にこう、うん、まあ、アーケードを作って占有してしまうということに対して、うん、まあ、要は黙認する形でアーケードができて、うん、でまあ、それが今老朽化して取り壊すのもお金がいるし、掛け替えるにしても誰がお金を出すっていうところで、うん、ただあのアーケードのある町側の風景っていいよねっていうところは、うん、まあ、皆さんこう納得してるところだと思うんで、うん、そこに対してじゃあ那覇市がどういう手助けができるんだろうかみたいなところでいろいろ話が進んでると。でそうですね、要はあそこだけのお土産屋とか飲食店の売り上げだけで経営するんじゃなくて、あそこも要するに観光地なわけだから ね全体で見て、うん、あのミクロで見ないでマクロで、うん、見ないといけないわけですよ、絶対にね、はい、それはあの間違いない。あそこだけの売り上げでは運営できないわけだから。そうですね。で那覇市として、まあ、今考えたのが、はい、公設市場を建て替えるときにはどうしても両サイドのアーケードもあの建物にくっついた形になってるんで一旦外さなきゃいけないと、うん、でその掛け替えるっていうんであればそれのアーケードの補助を出しましょうっていう形で今その両サイドのアーケードに関しては那覇市も関われることになったんですけど、それ以外の例えば平和通りとかのアーケードとかになってくるとなかなか那覇市がどういう関わりするかっていうのは難しいところもあるので、そこら辺はまあ税金をどう使うかっていう問題になってくるんで、なかなか気持ちだけではどうにもできないところもちょっとあると、ね、あのまあ、店自体はそんなに大きい店はたくさんないけど、店によっては店のど真ん中がちょうどアーケードが変わる境目の人とかいるんですよ。この店はどっちなんだっていう感じの人なんかもね、いるし、またあの新しく入ってきた人たちもいるわけじゃないですか。そうですね、あのなんか、まあ、企業がお金出してるようなところなのかな、なんかやったら小綺麗なカフェとかできたりしますよね、急にね白いペンキ塗っちゃったりなんかしてああいうところと老舗のおばちゃんがやってるところとが混在してますもんね。そうですね、まあそういったなんかあのグラデーションがあるのはすごく面白いところかなと思いますけどね。面白いけど急にねあの参入したところがあのこれなんかなくなるみたいだよって言われてえーみたいな感じにもなるだろうし、いやだから、まあ、ババ抜きじゃないですけど、老朽化する前の人たちはこう支払わずにこう建て替えますって言った時に たまたま借りてた人が費用負担するべきなのかみたいな話になってしまうので、まあもちろんそのお店の借りてる人じゃなくて地主さんになるとは思うんですけど、じゃあ実際お店借りてる人は何も関わらなくていいのかっていうとそこもちょっとまた微妙なところで、そうですね。あと私が聞いたところだね、あのその皆さん市場というかあそこの平和通りとかのアーケードだっていうと下だけだと思うけど水上店舗っていうところがあって、これねあの沖縄に住んでる人でも割と知らない人もいるんですけど、あのなんか小物が売ってるようなところが2階にあるんですよね。そうですね、あのこのガーブ川っていう呼ばれてた川みたいになってるところに、橋というか蓋をして暗渠にして、でそこの上に建物を作っているので、それがまあ水上店舗って言われてて、まあ、地図見ると分かると思うんですけど、川の形にこうちょっと曲がった形で農連の方まで続いてるんですよね。その街区ごとにこう、うん、まあ、4街区ぐらいまであるんですけど、それがまあ全部水上店舗って呼ばれてて、そこはあの1階は店舗で2階もまあ店舗 でまあ倉庫になってたりとかっていう形なんですけど、今も組合事務所があったり、まあ、トイレが公衆トイレがあったりとかいろんな形で活用されてますよね。あの屋台で飲んでる人がトイレ行くようなところで使ってるけどあとちょっと異国情緒があっていい雰囲気なんですよね。ちょっとなんか不思議な空間ですね。不思議なんですよ、知らない人結構多いんですよね。あのなんか小物が売ってたりとかね、なんか占い師がいるのかなみたいなところもあったりとか、ああいうのもぶっちゃけどうなるんですかね、まあ、どうなるんだろうでしょうね。なんかねあの、まあ、残してほしい気もするけど何か
大きな手術が必要な時期っていうのは必ず来ますもんね。そうですね。なんといっても、うん、まあ、今更新の時期ではあると思うんで、はい、うん、まあ、これからどうしていきたいのかっていうその合意形成がなかなか難しくて、うんうん、やっぱり昔ながらの人たちは昔ながらの残してほしいとか、まあね、若い人の方がもしかしたら残してほしいっていうのはあるかもしれないですけど、うんうん、まあ、地主さんとしてはもうちょっと広く活用してドカンといきたいとかって考えてる人もいるかもしれないし、あ、この辺はこの町にどうあってほしいのっていうところの議論をやっぱりその、まあ、いろんな人がしていくといいのかなと思いますけどね、うん、それは一つ質問ですけど、うん、那覇市としてはそういうのは話し合いは議会でやって、例えば今日の議題は、いろいろあるけども、そのうちの一つはアーケードのところですとか、そういう話になるんですか、なんか。いや、誰かがなんか提案するんですか、意見書っていうか、なんか作るんですか、原案みたいな。大体は行政の側から議案っていうのが提出されるんですけど、はい、うんうん、それ以外にも市民の方から、はい、まあ、ここに関して、まあ、こういうふうにしてほしいとかっていう陳情っていう形で出てきたりとかすると、まあ、議会の中で話し合うこともあります。陳情という形で要するに市民から行くと、そうですね、はい、そうすると、まあ、話し合ってくれるっていうか、まあ、なんか机の上に乗っけてくれるってことになるわけですね。はあ、まあ、そういう形になる。もういろんな噂が飛び交っちゃってね、まあ、なんかでかいスーパーがあそこに立つんじゃないかとか、ね、なんか駐車場ができるよみたいなとかね、まあ、ただ議会でバッと決められるかって、はい、なかなかそれも難しいところもあるので、うん、まあ、まずは行政と市民とでこう話し合うこの場所を作っていくというか、シンポジウムみたいなものだったりとか、ーワークショップみたいなものだったりとか、うん、僕らの街どう思うっていう、まあ、もう少し小さな規模での話し合いを続けていきたいっていう流れで、大きな市民の声の流れになっていけば、それは議会としても市民が望んでるんだからということで後押しもしやすかったりするんですけど、誰がやりたいって言ってるのっていうのが見えないと、なかなか議会としてもこうなんか後押しできないところもあるし、自分がやりたいだけじゃんじゃないかって疑心暗鬼になると、なかなかねやろうとも言えないし、うん、これだけの声が集まってますよと、そうそうそういうことがあれば、うん、まあ、それは やってみましょう、考えてみましょうととかなるかもしれないし、行政がそれでも動かないってなったら、議会の質問とかの中で、うん、なんでこれやらないんだみたいな、何が課題なのかみたいなことを聞いたりとかっていう形で進んでいくわけですよ ね、 あとはあれですか、なんかこうなんとか大きなね企業の人たちが、うん、あそこはこうした方がいいみたいな感じの強い意見があったりすると、それはまた市民とちょっと違う側からのアプローチじゃないですか、まあ、です財界からの、うん、そういうのもあるんですか、なんかこう あそこはさこういうふうに利用しようよ、こういうふうに町全体をさこうすればいいよっていう感じ の、まあ、大きな意見ですよね要するに、まあ、なかなか直接その業界団体から要望っていうのがそんなにはないですけど、ただまあその、まあ、まあ全く別の話になりますけど、はい、まあ、青森業界のところから、うん、この那覇が青森発祥の地なんで、もう少しこう青森で乾杯条例を作ってほしいとかっていう話があったりとか、うん、そういう業界団体だから言えることとかっていうのが業界の方から出てくるのはありますか ね、 ね、うん、なるほど、そうなんですかね。あともうそのね境町の方もね、まあ、今ちょっと屋台とかやってて、うん、まあ、こういうご時世ですけど、なかなか地元の人たちが楽しむ早飲みの店とかでね、うんうん、まあ、市場もにぎわって そこにお住まい の高齢の方たちも活気づいてね、うん、頑張っていますけど、あの辺なんかもね、なんか飲み屋の人たちは店を手放した方がいいのか、手放さない方がこれからなんか価値が出るのかなっていうふうにね考えてる方が結構多いんですよね。だから今そういう意味では分岐点的なちょっと感じなのかなっていう感じがしますよね。大きく変わる瞬間をみんななんかこういつなんだろうっていう思ってるところがあるみたいなね。だからここがその変化するときに行政が関わるか関わらないかっていうところで、はい、その例えば公設市場みたいに那覇市が土地持ってますっていう場合は分かりやすいですよね。うん、そうかそうかそうかね。市のお金で建て替えます、うん、でそれに合わせて新しくなるんだったらこうしますみたいな計画も出てくるんですけど、うん、民間が持ってる場合には民間のその地主さんがどう考えるかなので、駐車場にしますなのか商業施設建てますなのかによってだいぶ街の風景も変わってくるので、そこに対して那覇市が例えばやってるものに関しては、市民からいやここは駐車場じゃなくてぜひ商業施設にしてほしいんだよとかって声寄せられますけど、民間の方の場合なかなかそれって言えないじゃないですか、その方の持ち物なので。なのでそういう意味では街の形どうあってほしいかっていう時に、民間 の商店街に対して行政ができることっていうのもなかなかちょっと難しいところはありますかね。まあそうですね、まあ動いた時にいろいろこう、まあそれこそ交通整理的な感じで、そうですね、するっていう、まあ、調整みたいなところは ね、うん、そうですね、あるんでしょうけどもね、うん、なかなか、ま、那覇市も、はい、都市計画マスタープランっていうのがありまして、はい、20年の街の姿をどう描くかっていう計画を持ってるんですね。
なのでこのエリアは、こういうのを大事にしたいよねとか、こういう風になっていきましょうねみたいなのを、自治会の人とか地域の人たちも一緒になって話し合ってなんか作ってる計画があるんですよ、これ那覇市のホームページなんかでも見られるんですけど、そうするとこの自分の住んでるこのエリアに関しては、あ、こういう風な地域なんだ、でこういう特性があって、こういうところを目指してるんだなっていうのがなんとなく分かるので、それによってこの 建物の例えば用途、その商業施設なのか住宅地なのかとか、そういったものもどんどん変わってくるので、それに合わせてこう街の姿をこうある程度規制していくっていう形も取ってるわけですよね。大変ですね、やっぱりあの役所の方たちも市議さんも、まあ、そうね、かというと、もうなかなかもうチームワークよくやれる時もあるでしょうけど、やれない時もあるんでしょ、やっぱり意見が割れちゃって。そうですね、何人ぐらいですか、40人ぐらいでしたっけ。市議は40人です。40人ですよね、はい、確かね、枠が40で、この間県議選があってちょっとあの、抜けた方もいらっしゃるので今38名ですね。あ、県議の方に行かれたとか、はい、当選して38名ですか、2人空いてるんですか今今2人空いてます。誰でもいいってわけにはいけませんもんね。ね、あ、それは埋めないんですか。あの補欠選挙は市長選挙があるときにやるか、もしくは8分の1だったかな、そのぐらいごそっと抜けて、そうなんだ、ないと補欠選挙ってないんですよ。あ、そうなの、国政みたいにすぐバッパって入れるみたいな感じは、ではないんですね。はい、そうですかね。まあ、ちょうどね、今日収録してるときはね、アメリカの大統領選のときで、我々はまだ結果を知らない状態で喋ってるわけでございますけどね。はい、あ、そうなんです、そういうことがあるのか。なるほどね。なかなかあの市と、ね、県の連携っていうのもね、なかなか難しいでしょうし ね、 そうですね。まあ、でも那覇市の場合はすぐ近くにあるわけだからまあそうなんですけど、やっぱ組織が違うので、あ、そう、ちょっとやっぱ文化も違うところもあって、で那覇市の場合は市民の方と直接話をしますけど、県庁の方っていうのはなかなかこう市民県民と直接話すっていう感じではないので、あ、そうかそうか、まあ、どうしてもこう役所の論理でこう計画を作ってそれを実行してっていう形で、結構まあ硬いというか、あ、柔軟ではないなっていう感じはちょっとするので、そこはちょっとコミュニケーション難しいところありますね。難しい、まあ、日本のね、なんかこう縦割りなね作り方っていうか、あのシンゴジラっていう映画があったじゃないですか、庵野さんが監督で撮った、あれ最初の方なんかこう日本の行政とあれの縦割りを見てゴジラがいるのに、じゃあ会議室を変えようとか、なんかそういう話になってあれがなんかすごいシニカルな面白さでね、いよいよ上陸してからやっと慌てるみたいな感じの作り方がね、すごいあのリアルっていうか日本っぽいなって思って、まあ皮肉を込めてやってるんでしょうけど、だから なかなか難しいですよね、すぐ動くっていうことはね、やっぱりね、チームでやってるわけでもあるし、縦割りだしね。でまた積み重ねがやっぱどうしてもあるので、はい、いいと思うからじゃあすぐ変えようとはなかなかならなくて、じゃあこの前の決定何だったんだとか、その前に決めたことはどうするんだ、その時に決めた方たちの意思はどうするんだっていう問題を捨ておいてはいけないっていう感じで、やっぱ前例踏襲しながら、まあ、変えるべきところをどういうタイミングで変えるかっていうところのまあ議論していくって感じですよね。ああ、そうか、まあ、なかなかちょっと時間がかかってくるわけですよね。で、さっき話戻りますけど、その、公設市場自体は、はい、これ何年に あそこの、もう3年後ぐらいには完成している予定、ね、2023年。そうですね、はい、2023年ですよ。皆さん元気でいましょうね、本当に1年1年いろんなことがありますけども、あの政治って本当 すごい先のことを考えて、まあ、当然考えてもらわないと困るんだけど、我々は場当たり的に生きてるからね、政治家の人には考えてもらえない、どのくらい、やっぱり20年構想ってさっきねちらっとなんかやっぱり20年ぐらいは青写真として、まあ、行政はそのぐらいの計画は持ってます、はい、持ってこうなったらこうだよとか、全体的にこういう方向でいこうと、なんか何か新しい計画を作ろうとするときにも、この計画に照らすと、まあ、確かに合致するからやった方がいいよねとか、この計画と全然合わないから、まあ、この場所でやるべきじゃないとか、まあ、そういう話になっていくので、あ、20年先、あ、2040年ですよ、いやー頑張って生きてよ本当に2040年どんな、ね、那覇市になっててどんな世界になってるのか全く想像つかないですけどね。もうそれで、それで、あ、もう来週もね、ぜひ来てほしいんですけど、来週はですね、まあ、私が中村さんと知り合ったのは何でかというと、そもそもあのジュンク堂のねイベントで、猫イベントだったんですよね、猫イベント猫の、まあ、犬もそうなんですけど、いろいろとね殺処分を減らそうというようなことも兼ねてのイベントでお知り合いになったんですけどもね、まあ、その話も、ま、前、ゲストで出てもらった時にしていただきましたけども、また来週はねそういうお話もちょっと、前向きに、していきたいなと思いますけどね。まあ、でも那覇市って変わる街ですもんね、
そうですね、私が来た5年半でもだいぶ変わりましたもんね、なんか場所によってはね、なんか店やってる時よりなんかあの工事してるのが長い場所とか何回工事してんだっていうのはありますけども、まあそれも沖縄らしいのかなって感じもしますよね、急に変わるっていうのも、そんな気が私はねしてますからね、移住組の皆様ね、お店やるときは慎重にぜひやっていただいて、もう、ね、客入るよなんてノリで来ないように一つお願いしたいと思いますけどねなかなか大変ですからね、水商売はね。ということでまして、今日はですね、長崎議会の中村圭介さん、また来週もどうぞよろしくお願いいたします、はい、それでは大輔さんの部屋でございました、また来週、ありがとうございました。